江戸山口の大江戸日記。どこまで行くんだどうするのかなと思ってます、はい、江戸と矢沢の歌謡曲万歳の時間でございますいや、このところカタカナのニュースばっかだよ。カタカナ、オミクロンとウクライナ。おお、そうだね、うん、あ、西郷さん亡くなったんだ。あ、そうそう。で、まあ、世田谷の共同で何とか一緒に、うん、飲ませていただいたりして、私も焼肉を一緒に行ったっけ。ご一緒させてもらったことがある。いつの話？俺と一緒になったから。そうそうそう、もちろん共同の、あの当選坊のあまんまとマッサー一緒に。俺も一緒に行ったっけ。行ってない。子供たちと一緒に。子供たちとうちの子2人とあなたと西郷さんと、そこの当然持って、まあ、焼き鳥屋さんのママと行ったの。そうで、西郷さんと、あれ渋谷のお店の方いらっしゃる西公園か、うん、道玄坂の上のね、その話もね、西郷さんの時にします。はい、ちょっと待って、ね、この回で次回によくしていただいたね。あ、そうか、うん、ゴルフも一緒に行った行ってない。ゴルフは西郷さんと。あ、そうですということでございまして、お知らせです。3月23日、今月なんですけど、2022年、今月3月でしょ、うん、3月23日、タクトをやります。先月もやろうと思って、うん、結局オミクロンでダメになった、ね、うん、で、一応まん延防止が伸びて、3月21日までだから、23日の水曜日。もう僕の知り合いからは予約入ってきてますけど、うん、今日はこれ見てる方に、はい、ぜひぜひ、6時オープン、夕方の6時半からステージで、ワンドリンクプラスミュージックチャージ6000円で、5800円でやってたんですけど、店と協議した結果、お釣りがめんどくさい。そんなそれはそう、200円ずつ用意しなきゃいけないからね、まあ、まあということもあって、でキリがいいんで6000円で一つよろしくお願いします、うん、で、ドン・リンソンさん亡くなってるし、うん、これでベンチャーズのオリジナルメンバーがいないので、今回はちょっとドン・リンソンさん の弾き方の特徴などを、あ、うちの、ね、うん、ドン・キホハラに、あー、いいですね。で、ドラムの特徴をうちの小野博道に、ね、うん、しかし神さんおかしかったもんね。ドン・ウィルソンのツイートの時にドン・ウィルソンの写真をこう見た瞬間、あら清原さんじゃないのって、だからドン・ウィルソンさんの分かってなかったから、誰がどういう若い頃のベンチャーの写真、編集してて、そう、ドン・ウィルソンさんの最近の、うん、そうそう、そう、ちょっとふっくらの時の、あ、ドンさんだと思う。だからいかにうちの清原君が似せようとしてたか、しかもそう、名前も、あ、そこからやっぱドン・キを、あ、ドンさんってそうなんだって今の すいませんこんなもんでございますわ。ということでございまして、その告知です。お店がこういう状態でやってない時なんだよ。あ、そうだ、タクトに銀座の電話しても出ない時あるわけ、うんうんうん、その時は、ね、ホームページ見ると、ホームページに田口さんって店長の携帯書いてありますから。あ、そうなん、うん、そこに田口さんに直接予約入れてください。3月23日です。さあ、今日何やろうか。はい、高田水江さん行きます。水江さん、のんちゃんにも3つぐらい、2つ目か、そう2つかも。1960年、デビューも同じように、うん、60年生まれだからね、うん、のんちゃん63年でしょ。うんうん、そうそう、多分デビューも年齢もちょうど16で、デビュー3年遅れみたいな。そうだね、うん、鹿児島県の出身なんだ、うんうん、で、なんちゃって76年、フジテレビの君こそスターだ見てた、18回チャンピオンからかなった、見てた、それがデビューのきっかけ、うん、背が低いんで154センチ弱しかないんで、ちっちゃいけどね、あの体でいい声出ててね、うんうんうん、で、引退した後とか、引退して若島津、うん、若島津できたね、で結婚されて、結婚して今親方夫人で、うん、大変で、すごいよね、すごいよね、大変だと思うよ、相撲部屋やっていくのは若い人がいるからね、うんうんうん、で、77年にガラス坂、もともと木之内みどりが歌ってた曲だ、そんで今日歌うのはなんと16枚目です。82年、1982年、愛の終わりに、うん、俺これ好きでさ、うん、何が好きったってさ、曲もいいんだけど歌詞がいいの。歌詞いいよね。あの花岡雄平さんっていうね、うん、この間あの秋元純子さんが59でデビューしたじゃん、愛のままで、うん、あれも花岡雄平氏の曲なの。
女性誌が、そう、女性誌が抜群にうまいのよね。で、もともと81年に音燕という3人組のグループ組んでて、うん、で花岡さん兄弟で弟と2人いて、でそこで81年に出してるわけ、これ3人組音燕 でその曲をこのカバーしたのね、この最初にそれがあったの、高田みずえちゃんが、元気はデーマイナーだけど、うん、みずえちゃん高いんだよね意外とね、うんうん、で嫌だしね、うんうん、一応先の聖マイナーで行ってみようか、では行きます、愛の割り、花岡ゆうえさんの作詞作曲、お茶飲ませてこれね、はい、どういたしまして、いいですよ、これも映ってますから大丈夫、うんうん、じゃあ行きましょうか、頑張って昭和の歌です。昭和40年。
40年ちょうどベンチャーズが日本に来日して加山雄三さんがエレキの若大将を12月に公開した年、うん、だそういうエレキブームとは別にやはり歌謡曲っていうのは青春歌謡ってあったわけよ、ね、うん、例えば三田明さん、野之さん、うん、橋さんとか西郷さんってずっとあったじゃん、うんうん、その中で一連の中でいろんな人が出てくるわけで、船木和夫のなんていうの後輩っていうか弟分としてデビューしたのは梶光夫さんだった。そうなんだ。昭和44年生まれです。昭和19年生まれ、うん、ちょっと俺よりも 何歳か上なんですけど、うんうんうん、で遠藤実さんのところに指示して、もともと関西大阪の方でお父さんが宝石師を貴金属やってて、うん、で約束があって芸能界入るのはいいけど5年で戻ってこい、うんうん、だから71年に人気絶頂の時にピッと辞めてお父さん後継いだから約束もあったんですよ。そんで65年に出したのが今から一緒にやろうと思ってます、うんうん、高田美和さんとのデュエットです。高田美和さん、ああ、私妹さんと、え、高田光吉さんのあの大スターの娘さんの高田美和さんの妹さんとして美和さんの、うん、妹さん、高田ひとみちゃんって言って舞台女優さん、高田何さん、ひとみちゃん、ひとみちゃん、うん、舞台女優さんにいらして、うん、私ね、あの本当にデビュー当時あの小林幸子さんの、うん、あの歌謡ショーと芝居と一緒にやる新宿コマ劇場とか、ああ、あるあるある、俺だって新沼謙治賞で一心助け合った後で歌謡ショー、そうそう、その舞台の芝居の方、時代劇のその時にご一緒して、そこからずっと年賀状のやり取り、今でもあのお正月にさ、うん、あの羽子板の柄 の, とあのお皿、器出すいつも、うんうんうん、鳥皿と大皿、うんうん、あれ、ひとみちゃんから結婚祝いにっていただいて、うん、俺たちもそう、お品よ、ありがとうそうそう、長いお付き合い、なぜかそうなん、そんな付き合い、縁がある、いや、あのね、でも年賀状だけなんだけど、その後、あそうそう、あ、なんだっけ、新婚旅行に行かれるときに高田そうそうひとみちゃんが、そう、ひとみちゃんがそれ急に連絡があって、申し訳なかったんだけど、あの、カメラを忘れたっていうんで、のぞみちゃん持ってたら貸してくれないって言って、海外旅行行かれるのに、え、そうなのって言ってホテルまで私飛んでったのを覚えてるわけ。ああ、どこだって、どこだって新宿だったかな、ちょっと分かんないけど、何だから今、何だから今、もうそんなの知らないよ、何十年前の話、わかんないけど、なぜカメラを持ってったの、うん、そしたらさ、帰ってきて、新婚旅行から、新婚旅行から帰ってきて、のぞみちゃんとんでもなかったわって、何って言ったら、全くそのカメラが使えないと壊れてたらしくて、めっちゃ申し訳ないことして、向こうでカメラ買ったのかな、わかんない、だから全部思い出を、ね、多分向こうでカメラ買ってないと思う、いうことになったんだろうね、きっと、申し訳ないこと、壊れたカメラ渡しちゃった、そう、壊れてて、まさか知らないからさすいませんでした、そもそもは、はい、元気かしら、ひとみちゃん、お姉さんの美和さんは47年生まれ、22年です、うんうんうん、で、もともとほら、あの高田光吉さんの娘さんだから、うんうん、いきなりもう女優としてデビューするじゃない、うんうん、で1枚目がね、昭和39年、うん、あれだ、17歳は一度だけ、これはソロで、そう、17歳は一度だけ、これだけ覚えてるの、うん、で4枚目のシングル版が、今から歌う梶光夫さんとデュエットの、うん、我が愛を星に祈りて、これはね、二十歳で亡くなったあの女性の本、うん、セクシーカレスで亡くなったんですよ、うん、昭和40年のベストセラーの5、うん、だから亡くなったその佐伯さんって方なんですけど、その人が書いた本があって、それが我が愛を星に祈りてな、あ、もうタイトルもで、自分は二十歳で亡くなっちゃったから、それまでの青春時代に同級生の好きだった人のことなんかを書いた、で当時はね、愛と死を見つめてとか、なんかこれ覚える時の映像もそうだった、マコに甘えてばかりで、あれとかと、うん、結構そういう純情もののあれが結構、この後あの梶さんと高田さんは秋と牧っていう青春日記っていうのをこれ歌うんだけど、そういうなんか純情恋愛みたいなものの歌がたくさんあったのよ。じゃあそれを岩谷徹子さんがその本から詩を取って作って、じゃあ行きましょう2曲目、我が愛を星に祈りて。これあの当時の音源聞くとね、リズムがしっかり出てきてないのよ、うん、だからドラムとか、うん、あ、そこそこ、そういう感じじゃないよね。だからオーケストラでやっててベースも小さいからなんかリズムが取りにくいんだよね、うんうんうん、
まあそんな感じ、ギター1本ですから頑張ってやらせていただきます。我が愛を星に祈りて、どうだ秀人の旦那とかと、のぞみのお母さんが80いくつだっけ、もう4分かんないって知らない曲が結構出てくる、もうちょっとで、俺はこれ知ってるんで、これも少しこれ交えてやっていきたいと。多分母も知ってるかな。でもこれは売れたんです。どうなの、知らない、売れたんだ、これは大ヒットしたんだこれ、と思うんだけどね。ということで今日の、エドとのぞみの歌謡曲万歳は高田瑞江ちゃんの、愛の終わりに、うん、はいはい、そして、梶光夫さんと高田美和さんのデュエットで、我が愛を星に祈りて2曲お届けしました。これで締めんだね。エドとのぞみの歌謡曲万歳。
ャンネル